はい、では今日の聖書勉強会学びを始めていきたいと思います。最初にお祈りいたします。愛する天皇と様、この夜の時間を感謝いたします。今日もあなたの御前に静まります。どうぞ主よ、あなたがお答えくださいますように、我らに必要な御言葉として今日も与えてくださいますように、聖霊様どうぞ導いてください。待ち望みます。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アメン。はい、今日はヨハネに福音書、ヨハネの福音書学び第47回目です。14番、先週から良い牧者についてということで、学びを行っております。まず前回の復習ですね。まず前回確認をしたことは、羊の囲いの門から入れない盗人と正式に門から入ってくる牧者がいるということでしたね。盗人と、強盗で、また牧者という、この全く対照的な存在についてでありました。盗人強盗とはですね、羊たちですね、害を与えたり、最終的に滅びへと導くわけですね。一方で牧者というのは、羊を生かして羊に命を与える存在であるということ。感謝のことは、羊はその声が牧者の声かそうでないのかを聞き分けることができるということですね。なぜならば、羊たちは牧者の声を毎日聞いて知っているから。だから間違った声を聞けば、牧者ではない声を聞けば分かるわけですね。だからついていくことにはならない。私たちも正しい声を日々聞いていくことの大切さを学ぶわけです。私たちにとって正しい声というのは聖書の御言葉、御言葉にこそ真理があるということですね。故に私たちは御言葉にさえしっかりと耳を傾けて聞いているならば、滅びへと導くような惑わすようなそういう声に騙されることにはならないということなんです。またもう一つ確認をしたことは、イエス様というのは羊の門であって、門であるイエス様を通るなら誰でも救われるということでした。イエス様という門を通ると安らかに出入りし、豊かに牧草を見つけることになるということですね。その一方で、盗人というのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするということでした。私たちにとって全く対照的な結果を見るということですね。誰を通るか、誰を信じるか、何を信じるか、それが重要である。つまりイエス・キリストこそ私たちにとっての救い主であり命であるということですね。このお方さえ信じて生きるなら、その人の人生には救いという結果だけを見ることになるということです。ところが一つ問題は、盗人は盗人のように近づいてくることではないんですね。真理であるかのように近づいてくる。もし私たちが真理が何か、それを毎日聞いているのでなければ、私たちも間違った価値観に惑わされてしまうということは、これ当然起こることですよということですね。彼らの正体は、盗人であり強盗である。しかし彼らは本当に真理であるかのように私たちに近づいてくる、語るということですね。アダムとエバという神様に最も近い存在だったはずなのに、彼らも偽りの声に騙されてしまうということが起こったわけですね。私たちも目を覚ましていなければなりません。心は燃えていても肉体は弱い。私たちは簡単に敵の声に惑わされて騙されてしまう存在であることを覚えるんです。だから祈りが必要なんですよね。またこの御言葉にしっかりとつながって生きることが必要である。本物を見る人は、この偽物を見分けることができるんです。これからも私たちはしっかりとこの御言葉に耳を傾け、本物を見続ける、そのような時間をしっかり生物して持つことができるように、そういう意味でもこの学びの時間、御言葉をゆっくり見る時間が与えられていることは、本当に私たちにとって感謝のことであります。はい、じゃあ今日の学びに入っていきましょう。カッコ3番、良い牧者イエス・キリスト、聖書を読みます。ヨハネの10章の11節から18節まで。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、まだ羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。
また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。はい、カッコ3番ですね。良い牧者イエス・キリスト。早速今日の御言葉を見れば、この良い牧者と そうではなくて単なる雇い人がそれぞれ、羊をどのように扱うのか、その違いについて記録されてあるんですね。11節を見れば、良い牧者は羊のために命を捨てるとある。一方で12節を見れば、牧者のように見せかけて実はそうではない単なる雇い人についてこう教えているわけですね。彼は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていくということです。その結果、羊たちはこの狼に襲われてしまって、奪われてしまって、また散らされてしまうということですね。雇い人は羊が危険な状況に置かれたときに、羊の安心を安全を無視して自分だけのために生きるということです。羊の安全よりも自分の安全だということですね。しかし良い牧者は違います。良い牧者は羊のために命を捨てると言われるんです。自分の命を捨ててまでして羊の安全を守るということ。良い牧者は自分の命を捨てて羊に命を与えられるお方だということですね。14節を見れば、私は良い牧者であると語ります。これは11節でも同じように書かれていましたけども、私というのはイエス様ですよね。イエス様こそ良い牧者であって、またこの良い牧者であるイエス様は羊のために命を捨てるというんですね。命のために、羊のために命を捨てられるお方だ。つまりこれは、十字架の死を言っているわけですね。実際イエス様はこの後に、本当にご自身の命を捨ててしまわれるんです。十字架の死でありますね。で、15節にも繰り返して羊のために命を捨てることが語られているんです。良い牧者であるイエス様は羊である私たちのために十字架にかかって命を捨てられたお方。それによって羊である私たちに命が与えられたということです。羊が命を得ることのためにイエス様の命が捨てられた。イエス様の命が犠牲となったということですね。で、16節を見れば、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があるという。私はそれをも導かなければならないと言っているんですね。で、この囲いに属さない他の羊とは何を教えているかというと、これは異邦人でありますね。で、またこの囲いの中にいる羊というのは何かというと、イスラエルでありますね。つまりイエス・キリストというのは全世界に生きる全ての人のためにご自身の命を捨てられた良い牧者であることを教えているんです。イエス様の十字架の贖いによって、イスラエルだけではなくて全世界に生きる全ての人に対して、イスラエルからは地の果てと考えられる日本にまでその命が与えられることになる。で、これは当時のお話だけではなく、今からあの時から2000年も過ぎた今の時代においても、命が与えられることになる。もちろんその命を得るためには、このイエス様の十字架の贖いを信じなきゃならないんですね。14節、もう一度見ればですね、こうあるんです。私は私のものを知っている、また私のものも私を知っている。イエス様の命を得た人とはどのような人か、イエス様を信じるということでありますけれども、じゃあ信じるってどういうことか。イエス様に知られた人です。そしてその人もイエス様のことを知っているっていうんですね。で、これは単に知り合いであるということではないんですね。その人のことについて、なんか聞いたことあるなみたいな、そんな感じではない。一度どっかで会ったことがあるけど、教会に一回来たことあったね、そんな関係じゃないわけですね。テレビに出てる有名人だから、私は知ってるけどね、向こうは知らないわけですね。そういう関係ではなくて、この知っているという言葉の意味は、この個人的に知っている。15節を見れば、父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様であるというんです。
父が私を知っておられ、私は父で父を知っているのと同様である、はい、父なる神様と御子イエス様との関係と同じような関係が結ばれていることを言っているわけですね。じゃあこの父なる神様と御子なるイエス様の関係とはどのような関係であるかというと、ヨハネ10章30節にこうあるんですね、まあ、とても短い御言葉でありますけど、こうあるわけです。ヨハネの10章30節、私と父とは一つです、はい、私と父とは一つである、イエス様が言われたことですね。でこれがイエス様の言われる知っているという言葉の意味であります。単に知り合いであるという、そんな浅い関係ではなくて、親密な関係を教えている、一つであることを教えている。それはまるでもう親子関係のようであり、夫婦のような関係でありますね。一つに結ばれている関係である、イエス様を信じるってこういうことなんですね。イエス様と私たちが一つに結ばれるほどの親密な関係にあることなんです。でそのような関係を築くためにイエス様はご自身の命を捨てるまでされた。これは本当に驚くべきことですよね。イエス様を信じて生きるというのは単に宗教者になることではありません。特別な何か儀式を行う人になることでもないんです。イエス様と一つになる、イエス様との親密な関係が結ばれた人として生きることになるのがイエス様を信じた人です。そしてこのような関係が結ばれることのためにイエス様の命が捨てられるほどの大きな犠牲があったことを覚えるわけですね。私たちとイエス様が一つに結ばれることのために、この大いなる契約が結ばれることのためにイエス様の命が犠牲となっている。その意味はそれほどまでにイエス様はこの世を、私たちを愛されたということです。ヨハネ3章16節読みましょう。ヨハネの3章16節、ヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。イエス様はこの世のために命を捨てられるほどこの世を愛されたと言っている。愛の究極的な形、それは犠牲でありますね。命を捨てられたイエス様を通して、それを知った私たちがイエス様と一つに結ばれるという驚くべき祝福へと導かれたんです。今私たちはイエス様と一つに結ばれたものとされて生かされている。イエス様との親密な交わり、親密な関係の中に導かれたという、どうでしょうかね。私たちはそのように生きることできているんでしょうか。つまりイエス様と一つ結ばれたものとして親密な関係の中を生きることができているのでしょうかね。日曜日のメッセージでもお話しました、私たちはイエス様といつも一緒に生きている。イエス様が私たちから離れることにはならない。なぜならばイエス様と結ばれた私たちとの関係、この契約は、その背後にはイエス様の命、イエス様の流された血潮という偉大なる契約があっての関係だからなんです。私たちがイエス様を信じた、イエス様とのこの親密な関係と導かれた、これは本当に偉大なことであります。イエス様の命がかけられている内容なんです。イエス様はそんな私たちから離れることはしないんです、はい、重要なことは私たちはそのように生きることができているのか、日々の生活の中でイエス様との親密な交わりを行うことができているのだろうか。ではイエス様との親密な関係の中で生きるとは具体的にどういうことか、まあ、一つ言えばですね、周りの人が私たちを見るときに、私たちと一緒にイエス様が生きているということが見えるようになるということなんですね、はい。まあ、夫婦というのは本来全くの他人でありましたよね。しかし夫婦ってもう、まあ、この本当に不思議な存在であって、一緒にいる時間が長くなればなるほどですね、この夫婦は似てくるということが起こるんです。考え方とか話し方とか、もう性格とか、もう顔までも似てくるということが起こるわけですよね。
まあ、親子の関係でもまさしくそうですよね。子供の姿からお父さんが見える、旦那さんの姿から奥さんの姿が見える、奥さんの姿から旦那さんの姿が見える。私たちがイエス様を信じたことによって、私たちからイエス様が現れるようになる。イエス様が見える。これがイエス様との親密な関係と導かれた人の生き方であります。その人の生き方からイエス様が見えているということですね。イエス様が語っているように語っている、イエス様が行ったように行っている、イエス様が愛したように愛し、イエス様が許したように許し、イエス様が憐れみ深いように憐れみ深いものとなり、イエス様が自己犠牲をされたように私たちもそのように生きるようになってくる。これがイエス様と一つに結ばれた人の生き方であります。イエス様の御声を聞いてその通りに生きる人ですね。ではこの夫婦が互いに一つとなるために何か特別に努力をしなきゃならないということでしょうかね。強制的に何かをしなきゃならないということでしょうかね。そうではありません。二人が一つに結ばれることによって親密な関係の中で生きるときに自然と二人が一つになるということが起こってくるんです。その中心に流れているのは愛で結ばれた関係ですよね。愛で一つに結ばれる関係を通して私たちは自然とです、強制されてでもなくて、無理やりででもなくて、もう頑張ってでもなくて、もう歯を食いしばってでもなくて、自然と一つになってくるということが起こるんですね。同じように私たちが日々イエス様と一緒に生きること、イエス様と会話をすること、つまり祈りと御言葉の生活を大切にすることです。イエス様とのデートの時間を大切にするということですね。その人は自然とイエス様との関係が強く結ばれていくことになる。その結果その人の生き方からイエス様が現れてくるということです。私たちはイエス様が命を捨てるほど愛されている存在です。イエス様と私たちがさらに愛の関係と導かれる中で私たちの生き方が変えられていくことにある。イエス様が現れるようになってくる。これからも私たちはイエス様と一緒に生きていくことを願うんです。イエス様を信じて生きることは宗教ではない、特別な儀式を行うという人でもない、イエス様との親密な関係の中で一つとされて生きるということであります。またもう一つ見ればですね、17節からイエス様が死で終わるのではなくて復活をされるということも語っておられるんですね。自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいました。つまりイエス様が自分の命を捨てることはこの父なる神様の御心である。父を愛する者というのは父の御心を行うものでありますよね。確かにイエス様は父の御心によって自ら命を捨てられました。しかし父の御心というのはイエス様が命を捨ててそれで終わりではありませんでした。復活だったんです。これが父の御心のすべてでした。18節でもイエス様は同じように 父の御心によって命を捨てたことを語るんです。またそのうち実際命を得るということを語っているわけですね。その通りにイエス様は死の後に復活するわけです。イエス様と一緒に生きる人とはイエス様が死んで復活をしたように私たちも復活の命を得ることになります。イエス様を信じた者の人生は死で終わるものではありません。その後の復活へと導かれる。これが父の御心なんです。この実現のためにイエス様は自ら命を捨てられたんです。復活を知っている人はイエス様がご自身の命を犠牲されたようにその犠牲が私たちからも現れることになる。イエス様の自己犠牲が私たちのクリスチャン生活の中にわずかながらでも映し出されていくようにということが私たちの願いであります。はい、括弧4番いきましょう。ユダヤ人たちの間に起こった分裂、ヨハネ10章19節から21節。はい、ヨハネの福音書に戻って10章19節から21節。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。
はい、19節を見ればイエス様の語られた内容を聞いてユダヤ人たちの間で分裂が起こったということですね。彼らのうちの多くの者がこう言いました。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。確かにイエス様の語る言葉だけ聞くならば人々がこのように言うことは理解できるのかもしれませんよね。私たちが生きている世の中にあってもある人が、まあ、自分がキリストの生まれ変わりだって、まあ、そういう語ることがいる人を知ってるわけです。で、そういうふうに言う人に対して私たちの今日の聖書に登場するユダヤ人たちのように多くの人がこの頭のおかしい人だ、気が狂ってるんじゃないかって考えてたんだけど、私たちもその現場にいれば同じように考えたし、今この時代に生きている、まあ、そのように、少し変なことを語るような人を見て、あ、なんかこの人はやばい人だとかですね、ちょっと気が狂ってるんじゃないかって、まあ、そう考えるわけですよね。だからこのイエス様の語る言葉を聞いて、まあ、そのように考える人がいるということは、まあ、ある意味自然なことなんですね。しかしその一方でこのように語る人々もいました。21節を見ればこれは悪霊に疲れた人の言葉なんかじゃないって、悪霊がどうして盲人の目を開けることができようかって。確かにイエス様の語ることだけを聞くならば前者の反応は普通の反応なのかもしれません。しかしある人々はイエス様の語る言葉を聞くと同時にイエス様の行われた技を見たということ、イエス様の行われた技に注目をしたと、盲人の目を開けたという奇跡の技を見たということですよね。その技を見たときにこの人が悪霊に疲れているなんていうことはありえなくて、何か、まあ、救い主まではいかなくても何か特別な存在であることを、まあ、彼らは見ていたわけですよね。でパウロはイエス様についてこのように言われました。ローマの一章です。ローマの一章3節から4節読みますね。ローマ一章3節から4節、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。はい、ここを見ればこの巫女イエス様はですね、この肉によればダビデの子孫として生まれたということですね。しかし同時にイエス様とは死者の中からの復活によって滞納によって公に神の御子として示されたお方であるというんです。死者からの復活という、死んでいたのにそこから復活、蘇った生き返ったというこの神の技によって、そのこのイエスキリストが神の御子、救い主メシアだとして示されたということなんです。で、この技を見なさいというわけですね。イエス様の語られた言葉を聞くと同時にイエス様の行われた技を見なさい。マタイの11章を見ましょう。マタイの11章5節から6節です。マタイの11章の5節から6節、目の見えない者が見、足の泣いた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いで、幸いです。はい。まあ、これはヨハネの弟子たちに対してイエス様が語られた御言葉であります。で、この時ヨハネが牢獄、まあ、獄中にいたわけですね。その中で、まあ、彼の中に突然この不信仰が起こるわけですね。疑い、暗闇が襲ってくるわけですね。本当に私たちが待つべきお方、メシアなるお方はイエス様、あなたなんですかという、まあ、そういう疑問ですね。で、それをこの確認するためにヨハネが弟子たちをイエス様のところに遣わすんです。私たちが待つべきお方はイエス様、あなたなんですかということを質問させるんです。で、その質問を聞いてイエス様がこの弟子たちにですね、ヨハネにこのように伝えるようにということで、まあ、先ほどの御言葉を語られたわけですね。イエス様がどのような技を行っているのかについての内容でした。イエス様が行われた技を見て、あなた方が待ち望むべきメシアであること間違いないことを知りなさい、信じなさい。6節ね、誰でも私につまずかないものは幸いであるということですね。
もう一つヨハネの5章36節読みましょう。ヨハネの5章36節。ヨハネの5章36節。しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わしたことを証言しているのです。アメン。はい、技を見て、この時に行われたこのヨハネ5章で行われた技というのは、38年間病で伏していたものを癒したという、まあ、そういう神の栄光、神の技が現れたわけですね。その技を見なさいって言ってるんです。技を見て、イエス様が神様の血によって使わされた神の御子、救い主であることを信じなさいということなんですね。で、今日学んでいるのはヨハネ10章でありますけれども、ヨハネ11章に入ると死んだラザロが生き返る、そういう神の技が現れたことを見るんですね。死んで4日も経っていたにもかかわらず、イエス様がラザロよ出てきなさいという言葉を語った瞬間に、ラザロは生き返ってその墓の中から出てきたということですよね。神の技、奇跡が起こりました。しかし残念なことに、そのような神の技を見ても信じない人は信じないんだって。悪霊に取り憑かれた気の狂った人なんだという、まあ、そういう結論を出してしまうわけですよね。で、本来ならば私たちも彼らと同じように考えることをできたわけですね。イエス様を救い主として信じることなんて本当は私たちできなかったんです。イエス様を直接見た人も信じていないのにね。イエス様の十字架と復活から2000年も過ぎている今、この時代を生きる私たちがイエス様を信じているって、これ本当にすごいこと、驚くべきことであります。さまざまに起こる奇跡の中の最大の奇跡が、今私たちがイエス様を信じていることなんですよね。本当に特別な恵みを私たちは受けたんです。で、この奇跡が起こる始まりとなったのは、イエス様が私たちのために命を捨ててくれたから、それほどまでに私たちを愛してくれたからなんだ。この驚くべき愛を受けた者として、驚くべき奇跡を見せられた者として、これからも私たちをそれにふさわしく生きることができるように、イエス様の大きな愛に応えて、私たちも本当にそれにふさわしくイエス様の愛に応えた生き方ができるように、これが私たちの祈りであり、私たちの切なる願いであります。今日はここで終わります。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も与えてくださる祝福の御言葉一つ一つに感謝いたします。そうです、あなたが先に私を愛してくださり、それによって私たちも今この救いという恵みに預かることができました。命を捧げられるほど私たちを愛してくださったイエス様に感謝します。そしてその愛に感謝し、私たちもこれから本当にその愛を受けた者として、神の驚くばかりの恵みを受けた者として、それにふさわしく応答して生きていくことができる祝福を私たちに与えてください。ハレルヤ、感謝いたします。今日も与えてくださった御言葉一つ一つに感謝して、尊き主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、今日はこれで、学びの時間終わります。実はこれ、聖書勉強会の時間の時にですね、録音していたつもりがされていなくてですね、これ取り直しをしていて、まあ、今 もう夜中、夜11時半でありますけど、まあ、声も小さくてちょっと聞きにくかったかもしれませんけども、まあ、本当に神様の恵みがありますようにお祈りしています。はい、ではまた来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。感謝します。